どうもボルクカです。ここは京都駅。今回から2回に分けて京都エリアを走る国鉄型電車をじっくり見ていきたいと思います。これから湖西線方面に乗車しますが、湖西線を走る国鉄型車両は113系と117系の2種類がありますが、今回は113系を中心に見ていこうと思います。画像が出ていますが、この3種類です。この3種類あるということを頭に入れておいて、この後の映像をご覧ください。まずは8時29分発の普通片田行きに乗車します。この運用は113系8両編成で運転されます。まもなく3番乗り場に折り返し、8時29分発普通湖西線片田行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。まずやってきたのは、前側に 40N、後ろ側に未更新の8両編成。湖西線を走る113系は全てが緑色一色に塗られていますが、これから違いを見ていきます。ちなみに行き先表示器は LED 化されています。まず見るべきポイントはこちら。前面ガラス部分です。40N、30N はゴムによる押さえ、未更新は金属による押さえとなっています。金属による押さえは鉄仮面と呼ばれることもあります。こちらが未更新車両の様子。未更新車両でも半自動ボタンは設置されており、始発駅を中心に半自動式となっています。車内へ入ってみます。未更新車両はこのように4人用クロスシートが並ぶセミクロス構造となっていて、原型をとどめている車内といえます。モケットの色は茶色で、座席のカバーはありません。未更新車両の前面、やはり鉄仮面の顔は目立ちます。トイレの窓は大きいタイプ。この大きいタイプの窓は初期の方に製造された車両が多い傾向があります。クロスシートに座ってみます。座席はバウンドするような弾力があります。このタイプの座席は最近はどんどん少なくなっています。
京都駅から2駅で大津京駅に到着。ここから滋賀県に入ります。一旦未更新車両から下車し、次の発車の普通大海舞子行きの列車を待ちます。次の列車は 40N と 30N の混在8両編成でやってきます。こちらが 30N の車両です。パッと見未更新車両とあまり変わらないように思いますが、車内を見ると未更新車両とは全く違うことがわかります。30N の車内はこのように転換クロスシートとなっていて、先ほどの未更新車両とは全く違う様子です。これだけで新しく見えます。連結面にやってきました。窓枠に注目してみてください。少し違うことがわかると思います。窓ガラスはどちらもゴムによる押さえ、金属による押さえは未更新車両だけです。前側に連結されている編成は 40N の編成、30N の編成と比べ前面はパッと見同じように見えます。京都駅で撮影したものになりますが、40N の窓枠は新型のものに交換されていて、上側が開くようになっています。半自動ボタンもついていて、113系では最新鋭形態となっているのが 40N 車両の特徴。車内は当たり前のように転換クロスシート。元をたどれば未更新と同じセミクロスシートだったわけですから、随分と進化を遂げたものです。窓枠が改造されて広くなっていますが、窓枠と座席の位置があまり合っていません。また一部の113系ではこのようにパンタグラフが1両に2機ついている車両も存在します。
片田駅で下車。最後にこちらの編成をご覧ください。この編成は8両編成で、特に前側4両の編成が特徴的です。前から未更新、40N、未更新という4両で構成されています。このような混在編成も割と多く存在するのが京都エリアです。それでは前編はこれで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。